竹中千佳は、ラジオ沖縄のアナウンサー。広島県呉市出身広島県立呉山、津田高等学校、広島工業大学卒業。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK 沖縄放送局キャスター、2015年4月から、フリーアナウンサーに転校。2017年10月に、ラジオ沖縄に入社する。写真集の発売をはじめ、 イベントや、披露宴の司会など、活躍の幅を広げている。竹中千佳さんのプロフィールページ。profil.ameba.jp。2020年1月14日閲覧。アナウンサーパーソナリティ紹介。ロックラジオ沖縄公式ホームページ。2020年1月14日閲覧。33歳、元 NHKZ カップアナが、沖縄限定のセクシー写真集を、 期出版。デイリー新潮、2020年8月24日閲覧。H カップの NHK 竹中地下穴に女子穴評論家。パイカップ。ニュースポストセブン。2020年8月24日閲覧。元 NHK、スイカップ対パイナップルニュー穴対談が実現。ニュースポストセブン。2020年8月24日閲覧。田中みなみら。 大きな胸の女子アナたち隠しきれない苦労。ニュースポストセブン。2020年8月24日閲覧。古瀬アナと竹中地下ナ胸にまつわる苦労を語り合う。ニュースポストセブン。2020年8月24日閲覧。スイカップとパイナップルニュー、アナ夫は胸に興味を示さない。 ニュースポストセブン。2020年8月24日閲覧。全日本、魅惑のバストベスト50、NHK キャスターは、パイナップル QH カップ。朝ープラス。https www.asagei.com スラッシュエクサープスラッシュ494852020年2月16日閲覧。ーグラデーションタイムチョイス。 ロックラジオ沖縄公式ホームページ。2020年1月14日閲覧。沖縄、元沖縄 NHK アナ、竹中地下が、グラマラスボディを披露した初写真集が2週、連続制覇。ニューストピックスエンタ魂。www.ent-mabui.jp。2020年1月14日閲覧。大きいイコール悪い王ーハシタク、元、 NHK 竹中地下穴が語った胸の苦労。ライブドアニュース。2020年1月14日閲覧。ありがとうございます。